皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は自宅でできる練習方法をご紹介していきたいと思います。本日は体の上体の動きを正しく動かしているかどうかチェックしていただく練習ドリルです。まず棒をですね、このぐらいの棒を用意してください。ない方はドライバーでも結構です。このドライバーを肩にこのようにピタッと合わせて前傾角度30度を作ってください。この状態から肩を回していきます。基本的にこの肩の動きというのは前傾角30度に対して垂直に動いてくるのが正しい動きになります。例えばバックスイングの時にこのように上体が左肩が上がってしまう方、また左肩がテイクバックをまっすぐ引かないといけないと思いすぎてこのように右肩が上がってしまう方、結構レッスンしていると多く見かけます。今回はですね、このような棒を使ってこの肩の動き、正しい動きを覚えていきたいと思います。このように前傾作っていただいて肩を回していきます。このポジションでこの先部分がこの辺り、ここのポジションに肩が戻ると、棒が戻ってくるという形で同じ位置に来ているかどうかというのを確認してください。これが例えば上に来てしまう方、体が伸び上がってしまいます。同じ位置を通過するという意識で練習をしていくと、この肩の動きというのが非常に正しい動きができているか、悪い動きをしているのかというのがチェックできます。これをですね、何度も繰り返して行ってみてください。どうしても肩、この動きが同じ位置に戻ってこないという方はですね、膝をついてこのようについて前傾角30度作っていただき動かしてみてください。少し動かしにくい動きにはなってきますけども、そうすることによって下半身の動きが伸び上がって、この動きがずれているのか、上体のねじれが間違って正しく動けないのかっていうのが気がつくことができます。こちらで正しくできる方は座らなくても結構です。どうしてもこれでうまくできないという方は下半身がぶれている可能性があります。膝をついて同じように動かしてみてください。これで同じように来る方というのは足が伸び上がってしまったり、このように体が起きてしまうケースが多いです。まずはこのように立ってチェックしてみていただいて、これでできない方、膝をついてやってみてください。これで両方できるようになるまでこの動きを繰り返し行ってみてください。このようにすることで正しいゴルフのスイングの回転運動というのが身につきます。それでは以上でレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。